皆さんお疲れ様です小川た平の事件考察室本日撮影収録日は2024年2月4日日曜日になります今日の分の配信は明日2月5日月曜日を予定しておりますよろしくお願いします今日のお話はですね ここ数日、ワイドショー等で,です、ねえーまあ、話題に上がっているサッカー日本代表の伊藤純也選手に関してのお話になります。 えちょうどですね今、アジアカップが開かれてまして、この、ね、話題になって、まあ、伊東純也選手、日本代表から離脱するとか、ですねまた戻るとか、ちょっとごたごたがあったんですけども、え日本代表、残念ながら、2対1で負けてしまい、ですねベスト8止まりという結果になっています。え今日のタイトルは、ですねサッカー日本代表、伊東純也選手、告訴されるも、虚偽告訴で逆告訴。 というような、まあ、長ったらしいタイトルをね、付けさせていただきました。これはですね、伊藤淳也選手をですね、えー、容疑者としてですね、女性2人から告訴されております。準強制性交といって、準、まあ、お酒を飲ましてということなんですね。それが週刊誌で報道されました。え週刊誌で報道されて、え翌日ですかねえ、すぐにですね、伊藤淳也選手、当然、これ、 アジアカップ開催中です。競技告訴で逆告訴をしたわけですね。これで女性側も伊藤純也選手側も両方ともこの告訴は警察の方で受理されています。今現在ですね。というところでじゃあ実際何があったのかっていうのをまあ取材をしてきたので、なるべく皆さんがわかるようにちょっとお話をしたいと思います。 この件があったのはです、ね、2023年6月21日大阪のお、まあ、有名なホテルの中でということになりますこれ登場人物何人かいます女性 A さん B さんえどちらも、ね、芸能関係の仕事をされている方でいいと思いますあとです、ね、A さんの所属事務所の社長さんが出てきますあと X さん X さんというのは、スポーツ選手のマネージメントをやっている会社の社員の方です。で、この X さんは A さんが所属する事務所の社長と、こう、仲いいわけですね。知人。この X さんと A さんの事務所の社長は、知人の関係にあるということですね。あともう一人は、伊藤淳也選手の専属トレーナー。男性47歳の専属トレーナーの方。 あそれともう一人は伊藤淳也選手本人ですね。じゃあホテルの中で何があったのかっていうんですけども、ホテルにこの A さんの社長は行っておりません。途中までですね。まあ外で飲んでホテルに行くときは A さん、B さんと X さんと伊藤淳也選手、この4人なんです。が、ホテルにはトレーナーの方が、まあ、待機していたというか、まあ、えー、伊藤淳也選手の専属トレーナーなので、 まあいたんでしょうねでそこで X さんは自分の部屋に戻るわけですね自分の部屋に戻るので部屋の中にいたのは A さん B さん女性2人とトレーナーの男性と伊藤純也選手この4人がまあ、えー、一晩この部屋にいたということになりますそこで告訴されるわけですけどもこれ6月ですね2ヶ月ちょっとした頃ですね9月頃。 こういったことがありました。A さんが X さんに当日の被害を、まあ性被害を訴えるわけですね。そこで A さんと X さんと A さんの所属事務所の社長さん、この3名で話し合いが持たれます。これ複数回話し合いをするんですね。その後、今度 X さん、 と、A さんの事務所の社長さんとですね、A さんは来ないんですね。A さんのスポンサーだと名乗る男性、A さんのスポンサーと名乗る男性、A さん側の A さんの事務所の社長 X さん、3人で今度話し合いをします。その時にですね、スポンサーの方が言ったのか、それともその前に言ったのか、そこちょっと定かじゃないんですが、A さんが今回の性被害だというふうに訴えるんですね。この性被害について SN、SNS などで、 発信しますよと発信することを何か匂わせるような発言をしたとまあそこねちょ非常に微妙なので私もちょっと言葉濁してるんですがそういうふうなニュアンスの話をしたようですそこで X さんは本人単独のね考えで話したのかそれとも他のものまあ簡単に言うとトレーナーさんとか伊藤淳也選手とかあと A さん側の社長と事前に話し合って。 話してたかどうか分かりませんが、X さんが100万円の解決金をまあ準備してますよと、これでどうですかと、解決金の名目で100万円の提示をします、100万円を要求されたわけではないですよ、ここ間違わないでください、ただ、そういった道もあるよみたいなのが、感じ取れたのかも分かりませんが、100万円の解決金を提示しましたら、A さんのスポンサーだよという男性は、そんな額じゃ、うん。 うんぬんというね、えー、ことで、この100万円の解決金の提示は全然なしになったということです。まあその後もそういったお金の交渉等があったかどうかはわかりませんが、今年になって告訴され週刊誌に出てくる。 ワイドショー等で他の弁護士さんがこんなに早く逆告訴をするってことはまあそれなりに準備もしていたし何か決定的なものがあるんじゃないかすごい強気ですよねと出なきゃそんなにって言ったようなことも他の第三者の弁護士さんが言ってましたが私もですね実際に週刊誌に出た報道されたその翌日になんてちょっとあまりにもね この虚偽告訴で逆告訴するというタイミングが良すぎるということは、ですねそういうふうに週刊誌報道されるんじゃないか、告訴されるんじゃないかというのが、事前にちょっとそこを詳しく、理由はなんていうか分からないんですけども、何か分かっていたんじゃないかなというふうには思います、それで逆告訴され、告訴が受理されています、ですから今現在は、警察の方に女性が被害者となる告訴。 女王も警察が受理しているし伊藤選手側がそんな告訴はでたらめですよ虚偽告訴ですよということもその告訴も受理されているというのが今、現実です。 え今回ですね、伊藤さん側の代理人、この代理人の弁護士もですね、伊藤さん側の弁護士の代理人も、まあ、最初の頃と変わってるんですね。変わってるんですが、今は、あの、加藤弁護士がえ代理人を務めています。え、加藤弁護士のコメントです。同意があったとか、なかったとか、そういう話ではありません。これは完全なでっち上げの事件なんです。伊藤選手がホテルの部屋で、A さん、B さん、トレーナー、 過ごしたのは事実です。しかし、女性らの主張を否定する数々の決定的な証拠があるんです。 非常に強気な言動というかですね、完全否定している。ですから、女性側が告訴しているのと、伊藤選手側の代理人が言っていること、もうね、真逆のことですよね。これ私も話聞いて、もちろん週刊新潮の記事も見せていただきましたし、その取材の過程についてもちょっと私、いろいろ伺うことができたんですけども、もう全くね、話が異なっている。 とととといいいうことを考ええるる今の時点でででどどちちららががが有利とかどちらが正しななんて私がね言えるわけではないですただですねこの加藤弁護士が言ってる女性らの主張を否定する数々の決定的な証拠があるんですと言ってるんですがこれどういうものがあるかというとですねまあ部屋の中での写真ですねあとはその6月21日こういった被害に被害を受けたという。 あとの LINE のやり取り、通常こういう被害に遭ってるのに、こんな LINE のやり取りやりますかとか、そういったものがあったりしますが、じゃあそれがね、この代理人弁護士の先生がおっしゃってる決定的な証拠になるのかっていうのはどうなのかなと、あの、週刊新潮の中ではですね、具体的に書かれてるんです。洋服がどう,のどうだとかね、その内容と洋服が違うから、そんな行為はないんだ。 で、まあ言われる言われればそうかもわからないけど、それが決定的な証拠になるのかどうかっていうのはちょっと私も疑問があると思います。今代理人が言ってるのがそれだけなのか。もっと他にあるのか、そこは分かりません。まあ、あともう1つね。不思議なのはこういう事実がないということをまあ、代理人今言ってるわけですよね。にもかかわらず、なんで x さんは？ このの万円の解決金を提示したのかなとただね、この部屋の中には X さんはいないんですよ、この4人のね、4人で泊まった A さん、B さん、伊藤選手、トレーナーの男性、4人で一晩過ごした時には。 X さんはいないなんんですねだから X さんがどこまで何を知っているのか、X さんはこの女性から言われてそういうのがあったと思っているのか、当然あれば、このスポーツ選手のマネージメント会社ですから、伊藤選手と親しいって言うと変ですけど、仕事上の付き合いがあると思うんですね、トレーナーさんとも。じゃあ、その確認をするだろうし、でこの字は100万円という解決金、向こうもそれに応じてくれる。 王子だとした場合にはこの X さんがポケットマンウで払うのか、それともトレーナーさんなのか、それとも伊東純也選手から出ることになっていたのか、そのあたりは分かりませんけども、も事実無根だみたいなことを言ってるのになんで100万円の解決金、示、ま、談、あ、とか和解ではないと思うんですが、その解決金面目で払おうとしたのかっていうところがね、ちょっとどうなのかなと思います。また最初は A さん自身が この話し合いの場に出てたのになぜか途中から A さんのスポンサーと名乗る男性が来てその男性とお金の交渉のようなことをしているじゃあこの A さんのスポンサーの男性っていうのは一体何者なの A さんのスポンサーと名乗るこの男性これは一体何者っていうね、えー、ようなところもね、まあ、出てきます、まあ、そういったところがね、えー、今回分かっているところで今現在も取材を続けているんですが これ、配信はですね、明日5日の午後9時、ちょっと今日もね、取材ずっと続けてますと、明日の5日、何か今回のことで、ちょっと動きがあるかも分かりません。その動きがあった後に出るかもわからないんですが、ちょっと注視をしておいてもらいたいなというふうに思っております。まあ、今後もこの件に関しては、取材を続けて、何か新しい動きとあったら、配信したいというふうに思っております。本日は以上になります。ありがとうございました。 小川大平の事件考察室ではですね皆さんからの情報をお待ちしております、まあ、コメントはもちろんですけども何か事件の情報ご質問ご相談そういったことがありましたらぜひこのテロップ出てると思うんですけどもこちらまでご連絡をくださいまたですね取材の依頼ですねこういったところに取材してほしいとかですねそういったことがあればそういったものも,も,のもですねぜひご連絡いただければと思いますよろしくお願いします